山口にや山口にや2月22日から1960年11月2日は日本の右翼活動家、民族主義者及び反共主義者であり1960年10月12日に浅沼稲次郎暗殺事件を起こした。1960年10月、政党代表放送で演説中の日本社会党の党首、浅沼稲次郎を脇差し様の刃物で殺害した。 逮捕され、後悔はしていないが、償いはすると口にして、裁判を待たず、東京少年鑑別所内で、天皇陛下万歳、七尾報告との遺書を残して遺死した。1943年、後の陸上自衛隊員、山口新平と、大衆作家、村上奈美六の三女の次男として、東京都台東区国で生まれた。次男として生まれたことから、 新兵が生命判断をした上で、2の字に縁が多いことによって、名前をニアと名付けた。新兵は東北帝国大学出身の厳格な人物で、兄も学業に秀でていた。文化史野の村上信彦はおじにあたる。幼年時代から新聞やニュースを読み、国体おじの闘争に目を投じて、政治家たちを激烈に批判し、早くから、 右翼思想を持った兄の影響を受けて右翼活動に参加することになった。中学から高校の初めまでは新兵の勤務地の関係で札幌で生活した。1958年玉川学園高等部に進んだが新兵の転勤が発令されたため札幌の光星学園へ転校。しかし再び東京へ戻って玉川学園に転入した。 1959年5月10日、16歳で愛国党総裁赤尾里氏の演説を聞いて、感銘を受け、赤尾里氏率いる大日本愛国党に入党し、愛国党の青年本部員となった。赤尾の日本は革命前夜にある。青年は今すぐ左翼と対決しなければならない。という言葉に感動し、赤尾が次の場所に移動しようとしたとき、 トラックに飛び乗り、私も連れて行ってほしいと頼み込んだ。しかし、この時には赤尾に静かに拒絶された。その後、玉川学園高等部を中退。山梨県北駒郡小渕沢町で学難義塾をしていた杉本博義の下でしばらく厄介になり、杉本の紹介で大東文化大学の長考生となった。赤尾の演説に対して、ヤジを飛ばす者がいると、 ヤジのものに殴りかかっていくこと等を継続した。左派の集会解散と右派人死保護を率先して行った。ビラバリをしている時に警察官と特組合の乱闘をしたこともあった。愛国党の入党後半年で10回も検挙された。1959年12月に保護観察4年の処分を受けた。1960年5月29日、同志党員2人らと共に、 愛国党を脱党した。左翼指導者を倒せば左翼勢力をすぐ阻止できるとは考えないが、彼らが現在までやってきた罪悪は許すことはできないし、一人を倒すことで今後左翼指導者の行動が制限され、先導者の還元に不和来動している一般の国民が一人でも多く覚醒してくれれば良いと思った。できれば信頼できる同志と結婚したいと考えたが、 自分の決意を打ち明けられる人はいず、赤尾先生に言えば阻止されるのは明らかであり、私がやれば、党に迷惑がかかる。私は脱党して、武器を手に入れ結行しようと思いました。山口の教術1960年6月17日、右翼青年たちが社会党顧問である、川上上太郎を襲撃する事件が起こった時、自分を犠牲にして、売国の川上を刺したことは、 本当に国をもっての純粋な気持ちでやったのだと思い、敬服した。私がやる時には殺害するという徹底した方法でやらなくてはならぬと評価した。7月1日、同志たちと一緒に全アジア反共連盟東京都市会の結成に参加した。10月4日、自宅でアコーディオンを探していたところ、偶然脇差しを見つけた。ツはなく、白木の鞘に収められているもので、 この脇差しで殺そうと決心したという、明治神宮を参拝し、すぐに小林武史日教祖委員長、野坂33日本共産党議長宅にそれぞれ電話。大学の学生委員らが教えてもらいたいことがあると面会を申し込む計画だったが、小林委員長は転居、野坂議長は旅行中だったので、共にすぐに実行できず、失敗した。 10月12日、自民、社会、民社の3党の党首立会演説会において、当時、日本社会党の委員長だった、浅沼稲次郎を殺害する計画を立て、刀袋などを準備し、東京都千代田区の日比谷公会堂に向かって、歩いていった。1960年10月12日に、日比谷公会堂で演説中の浅沼稲次郎を視察、現行犯逮捕された。 山口は当時17歳で少年法により実名非公開対象であったが事件の重大さから名前が公表されている。浅沼殺害時に山口がポケットに入れていたとされる残酷状の文面は以下の通りである。汝、浅沼稲次郎は日本石化を図っている。自分は汝、個人に恨みはないが社会党の指導的立場にいる者としての責任と 公中に際しての暴言と国会乱入の直接の先導者としての責任からして何時を許しておくことはできない。ここにお手割れ何時に対し転中を下す。後期2620年10月12日山口にや。山口は受血を試みたがすぐに飛びついた巡座によって逮捕された。事件直後、警察は背後関係を徹底的に洗うとしたが山口は あくまで単独犯行だと供述した。一方自衛隊は父親の新兵が自衛官であることから批判の類が及ぶことを恐れ、新兵の辞職を望んだ。新兵は親と子は別と考え当初は拒んでいたが、結局事件3日後の10月15日にがん退職した。山口は11月2日、東京少年鑑別所の統領2階二号室で、 支給された歯磨き粉で壁に、指で、七尾報告天皇陛下万歳と記し、シーツを裂いて、縄状にして、天井の裸電球を包む金網にかけ、首吊り自殺した。なお、時世の句、国のため新州断じ晴れやかに微笑み遺憾、死での旅路に、大きみに使いまつれる和ードは、今も昔も、心変わらずも残している。右翼団体は盛大な葬儀を行い、山口を、 ええ、有志した。またさあき太郎のテロルの決算によれば、山口はテロの標的として、浅沼委員長のか、孝の一郎や野坂33など政治家モリストに加えていた。毎年山口が死亡した11月2日に、右翼団体が追母祭を開催している。闘争本部の祭壇には、山口のデスマスクが祀られている。山口ニアが所属していた。 大東文化大学では、この事件が起きた後、世間の批判を恐れ、大東文化大学は、新聞史上に、社会党委員長、浅沼稲次郎氏視察の山口ニ夜は、本大学、学生委員と自称しておりますが、同人は本大学の学生ではありませんので、ここに通告いたしますと、休国を出したり、ニ夜の在籍を否定したりした。一方、 学校法人玉川学園の小原国義は、事件後もニアを自分の大切な生徒とみなし、少しも変わらぬ態度で接した。三島幸夫は、学生とのティーチインに収録される、一橋大学での学生との対話で、山口ニアについて、非常に立派だ。後で、ちゃんと自決しているからね。あれは、日本の伝統にちゃんと従っている。と評している。小屋の厚紙。 江藤敦子と大江健三郎戦後日本の政治と文学筑馬書房。ありがとうございます。